18年間ゴーストライターをしてきたという新垣隆さんがこれからその経緯について語ります。この時に全てを話すという話はしたんでしょうか。お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は田村郷地真室さんと出会った日から18年にわたり彼の代わりに曲を書き続けてきました。田村郷地さんが世間を欺いて曲を発表していることを知りながら支持されるまま曲を続けた私は田村郷地さんの共犯者です。大輔選手はですね、オリンピックに挑まれる前に今回のビートを公表された。あの曲に関しては、初めて、彼と会った時から今まで特に耳が聞こえないということを感じたことは一度もありません。テレビ朝日ワイドスクランブルの東と申します。何点かお願いします。